はい健康生活チャンネルファスティングマイスターの海老原隆弘です。今回はですね、味噌汁ファスティングのやり方と5つの効果やおすすめの具とかですね、必ず守るべき注意点についてお伝えしたいと思います。 でそろそろです、ね、夏に向けてダイエットを始めないと服装は薄着になっていきますので肌の露出は増えますし体型も分かりやすくなりますし海とかプールまでに、ね、間に合わせないといけないというふうに焦ってはいないでしょうかそこで、ね、短期間でダイエットをして間に合わせたいとお考えの方は多いと思いますがこのような短期間でのダイエットにもファスティングがおすすめなんですねでファスティングはちゃんとと行うことで 一度のファスティングで3キロ痩せたりだとかファスティング後の食事も改善も含めるとですね1ヶ月で5キロとか1 0キロとか、まあ、それぐらい簡単に痩せられるものですので十分夏までにもね間に合うんですよそこで今回は一部の方に、ね、人気のある味噌汁ファスティングについて解説していきたいと思いますただしですね味噌汁のファスティングの場合には必ず守っていただくべき注意点があってですねこれを外してしまうと痩せなかったり辛かったり ファスティングの後にめちゃくちゃリバウンドしてしまうという理由がありますので必ず最後までご覧になってから実践していただきたいと思いますこの健康生活チャンネルでは健康美容第一に役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますのでお見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いしますまた今回の内容は全部字幕を付ける予定ですので文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください ということで、味噌汁ファスティングのやり方と、えー、効果であるとか、おすすめの具とか、必ず守るべき注意点についてお伝えしたいと思います。でまずです、ね、味噌汁のファスティングにおいて、どんな効果が得られるかなんですが、それがこちらにあります。まず、ダイエット効果、そして、消食効果。 腸内環境の改善、便秘の解消、メンタルの改善などですね。でまずはです、ね、もちろん、ダイエット効果ですよねで。味噌汁ファスティングでは、通常よりも摂取カロリーや糖質であるとか、脂質が大幅に減りますので、まあ、かなりのダイエット効果を期待できます。でちゃんと守って、ね、行っていただくと、1ヶ月で3キロから5キロとか減らすことも、ね、可能になりますね。そして、消食効果ですが、これはです、ね、単純に食べる量やカロリーが減ります ので、胃袋が小さくなるんですよ。ままあ、とというね、まあ、胃袋って本当に小さくなるんですかって言われちゃいそうですが実は胃袋は小さくならないんですが食べる量は減らすことができるんですね。で、というのも私たちはですね、低血糖になると空腹感を感じるという体になっています。 で食事を行うことで糖質を摂取すると血液中に糖質が増えることになりますので血糖値が上がるんですねしかし体にとって血糖値が高いという状態はいいことではありませんのでインスリンというホルモンを出して血糖値を下げるんですね、まあ、これが自然な反応としてあるんですで大切なのはここからなんですが実はですね私たちの体は食事を食べてからねインスリンを全て出すわけではなくて,その前もってある程度のインスリンを出 しているものなんですよあなたは、ね、食事の時間ってある程度決まっているんじゃないでしょうかで体は、ね、毎日食べるこの食事の時間をある程度把握していますので朝昼晩の食事の時間で、まあ、この時間には、ね、そのこの体はこの程度のインスリンが必要だなということを記憶していて血糖値が上がりすぎないように前もってインスリンを出すんですねですから今までが食べすぎていた方結構糖質を摂っていた方はですね 食事の時間になると。 急にですね、大量のインスリンが出てくるわけですから、それだけですね、強い空腹感に襲われて、そして、かなりの量の糖質を取らないと満足ができないという体になっているんですね。ですが、味噌汁ファスティングを行うことで、それもですね、一日だけじゃなくて、継続的に行うことで、体にですね、そんなにそのインスリンたくさんいらないよっていうことをその覚えさせることができますので、前もってたくさんね、インスリンが出されるということを防いで、インスリンの量を減らし してですね、それほど食べなくても満足できるようになるんですね。まあ、これがですね、たくさん食べないと満足できない方と、まあ、少し食べたらね、お腹いっぱいになるという方の違いなんですね。胃袋が実際に大きさが違うわけではないんですよ。胃袋ってかなり広がることができますので、まあ、ちょろっと食べた方がね、そのすぐお腹いっぱいという方もいらっしゃいますけども、これ何が違うかというと、こういったインスリンでの,の違いがあるんですね。ですからあなたもですね、少食になって継続してダイエットができるようになります。そして 3番の腸内環境の改善効果ですが今回の方法はです、ね、味噌汁ファスティングですのでお味噌汁をいただくんですよね。 でそうすると腸内環境を改善してくれるたくさんの食材を取ることができるんですでまずはお味噌はです、ね、発酵食品ですから植物性乳酸菌が取れますし海藻類であるとかお野菜とか芋類などから、ね、食物繊維を摂ることができますでまたお野菜からはオリゴ糖なども取れますのでこれらはです、ね、どれも腸の善玉菌を増やす食材になるんです、ね、ですから腸内環境は味噌汁ファスティングを続ければ続けるほど良くなっていきますそして便秘の解消効果 ですが、これはですね、短期的な効果と長期的な効果があります。まず、味噌汁ファスティングでは、食物繊維をたくさん取りますので、不溶性食物繊維が腸を刺激して前腸運動を促しますし、まその便をね運んでいく運動ね促進しますし、水溶性食物繊維が便に水分を与えることでカチカチ便を柔らか便に変えてくれて、スムーズな排便を促してくれます。そして長期的な改善では、善玉菌が増えて腸内環境が改善。 することによって便秘をですね原因から解消することができるんですね。ですから便秘をお持ちの方にはこの方法はとてもおすすめの方法になります。そして。 5番のメンタルの改善ですが、これもですね、腸内環境の改善効果によるものですね。でメンタルというのはですね、その心の問題とか脳の問題って考えている方が結構多いんですが、実は腸内環境によってかなり左右されていて、その多くが腸内環境からですね、腸内から出されるホルモンに依存しているんですねで。メンタルが悪い状態というのは、例えばですね、うつ病であるとか、不安や恐怖が強いとか、緊張が解けない、ネガティブ。 などががありますが特にです、ね、腸の善玉菌かららえるセロトニンという脳内ホルモンはリラックスしたりとか ポジティブになるために必要な脳内ホルモンなんですね。ですから、これが出されないと、その、どんどんね、その緊張感が増してしまって、不安であるとか、恐怖であるとか、緊張が解けないという状態になってしまいますし、その、どんどんネガティブになっちゃうんですよね。そして、それが行き着いてしまうとですね、セロトニンがどんどん出なくなってしまうと、結局、うつ病ということになってしまうんです。で、また、セロトニンは睡眠の質を上げるために必要なメラトニンというホルモンを作る材料にもなりますので、睡眠の質の改善によっても、メンタルが安定することができるんですね。 ですから、メンタルが不安という方はね、そのメンタルを改善したいという方にも、これはおすすめの方法なんです。 まあこれが味噌汁ファスティングで得られる5つの効果ですね。ということでね、効果が分かったところで、今度はです、ね、注意点を3つお伝えします。これが守れていなければ、ダイエットは必ず失敗しますし、逆にリバウンドで体重が増える原因にもなります。で、また体調を崩してしまって、さまざまな不調を作ってしまったり、いずれは病気になってしまうという恐ろしい結果が待っていますので、これは必ず守るようにしてください。 で味噌汁ファスティングを行う上で守らなくてはいけないことはまず極端な糖質制限を避けることそしてタンパク質やビタミンやミネラルを十分に摂取すること。 そして期間とと回数を守ることこの3つになりますですのでこれを順にご説明していきますねでまずですね1つ目の極端な糖質制限を避けることですが味噌汁ファスティングだったらお味噌には、ね、糖質がほぼないですし入れる具もねお野菜だけだったらほぼ糖質がないのでそ,の,それのせいでねその糖質がないから痩せるというイメージを持っている方が結構多いんですであるいはね具なしの、ね、味噌汁を飲んでそのファスティングするって考えている方もいらっしゃるんですよねでもそれは間違いで実は 痩せるため脂肪を燃やすためにも糖質というのはある程度必要なんですよですので全くですね糖質をカットしてしまうのはこれは逆効果になってしまいますでまた糖質を取らないということは脳のエネルギー源であるブドウ糖を作ることができませんので体はですねどうにかして糖質を作り出そうとするんですねでそのために体はどうするかというと脂肪を燃やすよりも先に体の中の筋肉や内臓などのタンパク質を分解して ですねですから筋肉や内臓が減少ししたりだとか傷ついてしまうんですねでそのために筋力が落ちてしまいますが基礎代謝といってですねその最低限の活動をしていても消費するエネルギーというのがあるんですがこの基礎代謝のほとんどは筋肉の消費量ですから筋肉が落ちるということは基礎代謝も減ってしまって今後ですね太りやすい体になってしまうということなんですよ。 ですからその糖質がねその極端に控えるそのダイエット法って結構たくさんあるんですけどもタンパク質たくさんとって糖質取らないっていうダイエット法もね結構たくさんあるんですがこれらはどうしてもリバウンドしてしまうんですね。でまた内臓からもねタンパク質を奪ってしまいますので内臓が傷ついてしまって病気の原因になってしまいます。 で、また肌とかね、髪とかのタンパク質で作られていますから、この辺もね、荒れてしまって、その見た目が老けてしまいますね。で、実際ですね、数々の研究報告からも、糖質制限は病気の原因になることが分かっています。で、例えば、イライラして切れやすくなるとか、貧血であるとか、甲状腺機能障害なども、こういった状態にもなりますし、癌であるとか、うつ病になってしまうリスクが上がることも分かっているんですね。ですから、とても恐ろしい状態になる上に、結局ですね、リバウンドしてしまうわけ ですから、メリットの少ないダイエット法になってしまうんです。ですので、お味噌汁の具がですね。極端に糖質の少ないものにならないようにする必要があるんですね。まあ、そのためにですね。まあ、芋類がね。結構糖質がね。あのお野菜の中では多い方ですので、まあ、これらを入れていただくといいですね。 まあただ、お芋だけではなくてね、他にもいろんな具を入れた方がいいものがありますので、それまた後でご説明します。で、次のですね、味噌汁ファスティングの注意点は、タンパク質とビタミンやミネラルを十分に摂取するということです。で痩せるためだったら、タンパク質とかビタミンとかミネラルはもう必要ないというふうにお考えの方もいらっしゃると思いますが、そうではないんですね。で、タンパク質を取っておかないと、筋肉が分解されてしまって、減ってしまって、基礎代謝が落ちて、リバウンドの原因になってしまいますので、やっぱりこのタンパク質をちゃんと取る ことが必要ですしビタミンやミネラルが不足すると脂肪燃焼が効率よく行えませんのでダイエットの効率が下がってしまったり不調をです、ね、改善するどころかビタミンとかミネラル不足によって新しく不調を作ってしまうという結果にもなってしまいます。 でまたビタミンには抗酸化作用によって体の老化を抑えるという働きがありますからこのビタミンがちゃんと取れていないと早く老けてしまって美容面でデメリットがあるんですねでミネラルが不足するとですねイライラしたりだとか元気が出ないとか眠いといった症状も作ってしまいますで味噌汁ファスティングでは通常よりも食事量が減るわけですから味噌汁以外は取らないですのでそのおかずとかねご飯とか ですからその特にです、ね、これらの栄養素が十分に取れるように気をつける必要があるんですね。そして 3番ですね。期間や回数を守ることということですが、これは味噌汁ファスティングでは最も大切なことだと私は考えています。というのも、この味噌汁ファスティングですね、その、丸々ね、1日するとか、丸々3日間するという考え方がいらっしゃるんですけども、これね、どう考えても、丸1日でもね、行うことはできないんですよ。で、私はね、ファスティングマイスターとして、ファスティングに関するさまざまな勉強や研修をその行ってきましたし、栄養面の知識もね、かなりつけて きました。そして多くの方にねファスティングサポートを行ってきてじゃあ、ですねこのみそ汁ファスティング可能かなっていうふうに考えた時にまあね、丸1日は難しいだろうなっていう結論になりましたね。 いやさすすがにですねお味噌汁だけで1日3食取ろうと思うとまあどう計算しても栄養的にね不足してしまいますのでいずれは不調であるとか病気を作る原因になってしまいます、まあ、そのねその不調が現れるまでの期間は人それぞれですのでまあ私はねその味噌汁でねファスティングしても全然不調でなかったでしょうという方もいらっしゃると思いますがまあ人間の体の構造から考えてですねこの味噌汁でずっとファスティングするというのはまあ無理なんですよ。 どうしても栄養学的にもねその不調を作ってしまう掲載になってしまいます。まあ、ですから、味噌汁ファスティングはねじゃあできないのかというとそうではなくて、それが半日ファスティングなんですね。でこれは1食だけ置き換えるというファスティングになります。でたったねその1食を置き換えて痩せるのかよって思う方もいらっしゃると思いますが、これでもちゃんと痩せます。通常の食事よりはですね味噌汁だけを取ることで、かなりですね糖質であるとか脂質が抑えられますから、 からちゃんんとと痩せるることができるんできすねで特にですね夜の食事を置き換えていただくとカロリーの減少量がかなり大きいですからそれだけ大きな成果が出ますねで。また、味噌汁ファスティングをしやすいのも夜なんですよ。 でね、その朝や昼の食事を、ね、その置き換えてしまうと、もしです、ね、その小腹が空いたときにもその次の食事の時間まで我慢する必要がありますよね。例えば朝ごはんを、ね、味噌汁ファスティングに置き換えたとしてお昼ごはんまでにお腹が空いたとしたらお昼ご飯んまでやっぱ我慢するしかないですしそのお昼ごはんの時にに、ね、味噌汁ファスティングをしたとしたら今度は夜の時間まで、ね、結構長いですからそこの間我慢しないといけないじゃないですか。ですからその間が長すぎて辛くてもうやめちゃうみたいな方も出てくるんですよね。ですがそこは 夜であればもう小腹が空いてねちょっとお腹空いてきたなみたいな思ってももう寝てしまえばいいですからもう効果が高い上にね楽なのでおすすめなんですね。 まあどうしてもね、この味噌汁ファスティングでも相当準備期間を作ればですね、その食事を減らしていけばさ、その空腹感がね、その起きないんですが、まあ、大体普通の食事をした方であればですね、この味噌汁ファスティングした後はね、その1日目、2日目ぐらいはちょっと小腹がつくと思うんですよ。その点ですね、夜、その置き換えるっていうのはかなり有効ですね。もう寝てしまえば、そのお腹空いてもね、次の日の朝になりますから、そうしたらもう次の日の朝ね、また普通に食事を取っていただければいいですので、結構楽なんですね。であとはこの一食置き換えを、 何日間継続するかで痩せる量をコントロールするんですよ続ければ続けるほど痩せていきますからねまあ、ただねどうしても1日以上のファスティング例えば準備食や回復食を行う3日以上のファスティングを行う行いたい方はですねまあ、最後の方でその方法をまたお伝えしますねこの味噌汁ファスティングではこれは不可能です この味噌汁ファスティングではその1日以上のファスティングは無理ですので、まあ、それはまた別の方法にまた後でお伝えします。まあ、ということで、ね、その味そ汁ファスティングを行いたい方は1日1回の実践ですねそして期間を延ばすことで効果を高めていくんですが次にです、ね、大切なレシピ お味噌汁に入れる具の話をしていきたいと思います。ですが、例えばですね、お豆腐とわかめだけなどの、ただのお味噌汁だけだとですね、その栄養的に結構不十分なんですよ。まあその海藻取れてるからいいじゃないかとか、そのお豆腐取れてるから、タンパク質取れてるからいいじゃないかって思うかもしれませんが、それでは不十分なんですね。これはまた後の説明聞いていただければわかると思います。 まあそこでね、その具が何かっていうと、味噌汁ファスティングを効率的にするにはね、効果的にするには、孫は優しい味噌汁がおすすめなんですね。でこれは、孫さしい食材を使ったお味噌汁なんですけども、孫さしい食材というのはですね、まあ、これがレシピ本なんですが、体にいい食材の頭文字を取った言葉なんですね。ま、まが豆で、ごはごまでというふうに、体にいい食材を集めた言葉なんですね。この食材をですね、すべて使うことで、タンパク質もビタミンもミネラルも、 もあるる程度の糖量いろんな栄養素がバランスよく取れるというとても便利な食事法なんですだからこの材料でお味噌汁を作っていただくとその栄養的にですね全てバランスのいいその食事とかお味噌汁が作ることができるんですね、まあ、ただですねお味噌汁に合う具材がどんなものがあるか分かんない方がいらっしゃると思いますのでこれをご紹介したいと思いますでまずですね孫優し味噌汁の間は豆類ですがこれは大豆製品がおすすめですねでまずお豆腐を入れる方はねやっぱり多いでしょうし豆腐 豆乳を入れたお味噌汁とかも、ね、結構美味しいしのでこれもおすすすめなんですよまた蒸し大豆って簡単に作れますし缶詰とかパックとかでもね売ってるんですけども蒸し大豆もね結構お手軽なのにタンパク質であるとか他の栄養素が損失していませんのでかなりおすすめの食材になります。 いや蒸し大豆ね、本当にね、その簡単に使えるのに栄養的にすごく優れてますので、ぜひいろんな料理に使ってもらいたいものですね。サラダとかにもかけれますしね。そして、名古屋さしい味噌汁の5は、ごま、ナッツ類です。これは、ナッツが好きな方は、アーモンドやくるみなどのねナッツが細かく粉砕されたものが売っていますので、そういったものを入れていただいてもいいですが、まあ、お手軽にするんでね、あるいは、すりごまを入れていただいても美味しいですね。すりごま、ごまをすりおろしたものですね。これも結構合いますので、 美味しいですしこのごまを取ることでねビタミン E とかを取れますのでまあ結構おすすめですそして孫やさしい味噌汁の和はわかめ海藻類ですこれは定番のわかめでもいいんですけども 他にもですね、いろんな栄養素を取るために、いろんな種類を取ってもらいたいんですね。で、ひじきとか、もずくとか、海苔とか、とろろ昆布とか、めかぶとかね、まあ、いろんな海藻もね、合いますので、まあ、バリエーションを豊かに、ね、していきたいので、ね、こういったものをね、ローテーションで入れていただくとか、するといいと思います。で、孫やさしい味噌汁の矢は野菜です。で、野菜もですね、キャベツやネギなどのね、定番のものだけ入れるという方が結構多いと思うんですが、いろんな種類を取っていただいた方がいいんですね。 例えば、にんじんであるとか、ごぼうとか、アスパラ、オクラ、枝豆とか、かぼちゃ、トマト、モロヘイや、ズッキーニ、玉ねぎ、ニラ、ほうれん草、小松菜、水菜などなど、まあ、結構ね、いろんなお野菜がね、合うんですよ。味噌汁に合わないという野菜の方が少ないぐらいですので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、いろんな野菜にチャレンジしてみてください。 でいろんな研究からも、ね、たくさんの種類の野菜を取った方が健康的にプラスであることが報告されていますので、まあね、そのキャベツだけとかネギだけとかもったいないですから、まあ、ぜひいろんなものを入れていきましょう。まわさし味噌汁の差は魚魚介類ですで。これは小型から中型ぐらいの魚がいいで,す、ね、魚であればねあるいはその魚介類ですので、まあ、他の,、ね、その種類の,その海の。 あの生き物ででも大丈夫ですで特にね、鮭であるとか、サバとかはね、お味噌汁にとても合いますので、使いやすいですし、サバはね、そのサバ感がありますから、よりお手軽に入れることができます。で、他にもですね、サンマであるとか、タラとか、タコとか、イカとか、エビとか、カニとか、イワシとか、タイとか、ブリなど、この他のね、お魚も結構合うものが多いですね。まあ、しかしですね、できれば、その青魚から良質な油である、オメガ3脂肪酸を取りたいですので、まあ、青魚をね、ぜひ使っていただき たいですねですから味とかサバとかさんまとかこういったものをでき上きり使っていただきたいと思います。そして「孫やさしい噌汁」の「し」ですが「し」は「しいたけ」。 キノコ類ですで例えばねえのきとかなめことかしめじなどは定番で美味しいですよねで他にもですねエリンギであるとかマイタケやマッシュルームなどもありますでマッシュルームとねその豆乳を入れたお味噌汁はねまるでシチューみたいな味になって結構味変になりますので飽きるのをね防ぐことにも使えますね そして最後、ですね孫やさしい味噌汁の胃ですが胃は芋類ですでじゃがいもであるとかさつまいもとか、ね、こういった芋類は使う方が多いでしょうし他にもです、ね、山芋とか里芋とかも、ね、とても美味しいですよねで芋類はその質のいい糖質が取れますので味噌汁ファスティングでは必ず入れてほしい具材になりますであとです、ね、ビタミン C は、ね、加熱したものでは結構取りづらいんですけども芋類のビタミン C はです、ね、熱で壊れにくいですのでぜひ、まあ、芋類は、ね、その取ってもらいたいものなんですね ですので、まあ、このような具材で、ね、いろんなバリエーションを作っていただくと味噌汁の、ね、バリエーションを作っていただくといろんな栄養素がバランスでよく取ることができますし毎日,です、ね、その毎日毎晩が、ね、お味噌汁であっても飽きずに楽しむことができますので味噌汁ファスティングを継続しやすくなります。まあ、ですのでぜひお試しになってください でね、この味噌汁ファスティングを行っていただくことでもちろん痩せますし、どんどん健康的で、きれいな体を作っていくことができます。ですが、もっとですね、短期間で痩せたいとか、3食ともですね固形物を取らずにファスティングをしたい、3日以上のファスティングを行いたいという方には、ファスティング専用のコースドリンクを、ね、使う必要があるんですよ。どうしてもこれは味噌汁ではできないんですね。その理由もあります。で、そのファスティング専用のコースドリンクというのがね、このマナコースというものなんですけども、 これはですねファスティングを行う際に必要なエネルギー量であるとか1日に必要なビタミンとかミネラルとか腸内環境を改善するために必要な50種類の乳酸菌を配合してそして脂肪燃焼を促進するために必要な成分である L カルニチンという成分もね入れてあるなどの まあかなりね、その専門的に作ったコーストドリンクなんですね。ですので、これ1本で1日に必要な栄養素を取ることができますので、とてもお手軽に、そして固形物を取らずにファスティングをすることができるんですね。で固形物を取らないということは、胃や腸で消化する必要がないですから、体内の消化酵素を節約することができて、代謝をどんどん進めることができるんですね。でその効果として、肌や髪が再生されてね、きれいになったり、内臓が再生されて不調が改善したり、 脳の性能が上がって集中力が増すなどの効果まで期待できるんですね。で、また他にもですね、その専用の酵素リンクを使うことで、成長ホルモンであるとか、オートファシーとか、アディポネクチンという働きもあってですね、これらがその細胞であるとか、遺伝子を新しくしていってくれますので、まあ、若返ったり、病気の予防効果まであるんですね。あとは血管の大掃除までしてくれという効果まであるんです。そして、固形物を取らないですから、さらに消食になって、ダイエットを継続して成功できやすくなるんですね。 ね、そのお味噌汁ファスティングとは違ってですね、お味噌汁ってね、そのやっぱり作るのって毎晩毎晩はやっぱ大変じゃないですか。でもこれはですね、そのお水にね、この酵素リンクを混ぜて飲むだけですから、まあ、とてもお手軽なのがね、やっぱり便利ですよね。で、このマナーコースをですね、1日8回ね、飲んでいただくんですけども、1回がね、まあ、3分ぐらいでまあ取り終わりますので、時間の大幅な節約になります。これがね、私は嬉しいですね。ですから、私はですね、忙しい時にこそこのファスティングを行っていますね。 ですのでお手軽に楽にそしてさらに効果の高いファスティングをお望みの方はこちらのマナ構造を使ったファスティングもですねぜひご検討くださいでロングファスティングの基本となる3日ファスティングのやり方については私の別の動画3日ファスティングの正しいやり方と効果効能という動画で詳しくお伝えしていますのでそれはですねまた下の説明欄のリンクからご覧になってください で、また、消化酵素や代謝酵素について詳しく知りたい方もですね、別の動画、生きた酵素が丸ごと取れるおすすめの野菜や果物の取り方という動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。 でそして、ですねもしこのマナーコースにご興味がある方はこの商品の正規販売というのリンクをです、ね、載せておきますしすぐにです、ね、3日以上のファスティングをしたいという方は私がサポートを行うファスティングのホームページのリンクもです、ね、下にありますのでそちらからご覧になってくださいで味噌汁ファスティングについてはですね様々なやり方を、ね、お伝えしている方がいらっしゃいますが健康的に行えることそしてリバウンドを防ぐことを考えるのであれば今回のやり方が最適な方法なんですよね。是非ですねその無謀なファスティングはやめて いただいて長期的に痩せて健康的で綺麗な体を作れる今回の方法をぜひ実践されてみてください私の生体やサポート付きのファスティングそして今回の内容のブログは下の説明欄のリンクからご覧いただきますのでそちらからご覧になってください今回の内容はためになったなと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ